エルサさん、今日は大変だったんですってね。大丈夫？怪我はなかった？もうそうやって強がるところが心配なのよ。エルザさんが落ち着いているように見えて結構無茶なところがあるから。母さんと同じようなことを言うな、マナミアは。あ、ごめんなさい、思い出させちゃったかしら。いや、嬉しいよ、そういうの。よー、エルザ、飲んでるか？うわー、セーレン、もうかなり酔っ払ってるね。じゃんじゃん、まだまだシラフだぜ。ってなわけで、エルザ、お前も飲め。どんなわけなんだよ。エルザさん、酔っ払いに理屈は通用しませんわ。だ、俺はいい、いらないから。セーレンはお酒を飲むとすぐこれだ。エルザ、酒ってのはな、味が分かんなくなってからがうまいんだよ。もう言ってることがめちゃくちゃだよ。ジャッカル、あのさ。ああ、君のような美しい女性に巡り合ったのは初めてだ。戦いで荒んだ僕の心も癒されていくようだ。ご注文は？君がこうしてそばにいてくれるだけで僕は。ご注文決まったらお呼びくださいね。あっ、ちょっ、釣れない人だ。だがそこがまたいい。そうは思わないか、エルザ。教えてやろう、少年。そういう女ほど一度恋に落ちると激しく燃え上がるんだよ。それを想像するだけでこうグッと来ないか。やっぱりよくわかんないな。これから忙しくなるぞ。外の潮風でも。あなたのお仲間って賑やかな人。ごめんね、迷惑じゃないかな。傭兵って乱暴な人が多いけど、あなたたちは大丈夫そうね。私はアリエル、ここの主人の娘なの。しばらくここに泊まるんでしょ。困ったことがあったら何でも言ってね。ありがとう。あ、俺はエルザ。エルザ、いい名前ね。どう、この街は気に入った？本当？よかった。ちょっと想像しすぎるところはあるけど、私も好きなんだ、この街。でも本当に賑やかな街だね。いつも。そうね、最近は特に人が多いかな。ほら、カナン様の結婚式があるから。結婚式？うん、結婚式。カナン様っていうのは先代の伯爵様の一人娘なの。式はまだ一月くらい先だけど、今から町中がその噂で持ちきりよ。ああ、きっとすっごく豪華で素敵な結婚式になるんでしょうね。ワクワクしちゃう。俺たちみたいな傭兵には縁のない世界だな。今回の任務の報酬だ、お前が預かれ。それでみんなの装備でも買ってこい。ついでにここの町を散歩するといい。後で俺も町に出るつもりだ。なかなかいい目をしてる。うちは武具の行商人だ。なかなか手に入らない外の品を取り揃えているのさ。うちもあんたもこの町じゃよそ者。まあ気長にやっていこうじゃないか。うちもあんたもこの町じゃよそ者。
アルガナン伯爵が京を構える瑠璃城、その城下町には帝国中からあらゆる種類の人々が訪れる。船乗り、商人、旅芸人や遍歴の騎士、そして傭兵たち。彼らを引きつけるのはこの町に集まる富。しかしそれを手に入れることができるのはごくわずかな者たちだけだった。ここだったか、エルザ。え？なんだ、クォークか。誰かと思ったよ。なんだとはご挨拶だな。いきなり声をかけるからさ。何かあったの？ああ、この町に騎士の一団が来ているらしい。一つ、面でも拝ませてもらおうかとな。へえ、そうなんだ。クォークはそういう情報が早いね。それがどうした？せっかく誘ってやってるってのに。先に行ってるぞ。って、おい、クォーク！本当に行っちゃうなよ、クォーク！将軍のお出ましだぜ。あれが帝国の至宝と謳われた名将トリスタ将軍か。今度大物が来るな。今度の結婚式は松代までの語り草になるぜ。騎士か、見てろよ。俺だって手柄を立てて騎士になってやるんだ。さて、そろそろ日も暮れる頃だ。俺は酒場に帰るが、お前はどうする？エルザたちが瑠璃島を訪れたこの日、この日はくしくも領主アルガナン伯爵の姪カナン姫の婚約の儀が執り行われる日であった。儀式って言っても夜空に花火を打ち上げるだけなんだけどね。へえ、さすが貴族様はやることが豪華だね。お、エルザ、なんか花火があるらしいぜ。教会の裏が穴場だってさ。お前も行ってこいよ。セイレンは行くの？私？ああ、私はほら、いろいろ忙しいからな。あ、男でも引っ掛けたのか？なわけ。あいたー！私は花火よりも酒だ。ここの酒はうめえな。じゃあれ、もう酒が空になっちゃった。親父、酒くれ。ごめんなさい、今ので最後だったの。まさかこんなに飲むとは思わなくて。また仕入れ。よし、じゃあエルザ、ちょっとひとっ走り行ってこい。ごめんなさいエルザ、頼まれてもらえるかしら。今手が離せなくて。早くしないぞ、私泣いちゃうぞ。わかったよ、行けばいいんだろ。アリエル、どこに行けばいいんだ？助かるわ。縄文広場の近くにある酒屋さんよ。よろしくね。
何してるんだ、こんなところで。大丈夫だよ、何もしやしないって。おい、そこの傭兵、この辺りで女を、ちょうどお前くらいの年齢の女を見かけなかったか。いや。本当か。ああ。おい、この辺りにはいないみたいだ。ああ、分かった。まったく、こんなことが上に知られたらえらいことだぞ。もしかして追われてるのか。大丈夫、誰もいない。出ておいで。よかった、外に出たくても周りの様子が分からなくて困ってたの。どうして馬車の中に。それはその、訳ありみたいだ。無理には聞かないよ。俺はエルザ。私はアル。ありがとう、あなたはとってもいい人ね。大変、捕まるわけにはいかないの、お願い。わかった、おいで。本当にしつこいんだから、あの人たち。大好きよ、小さい頃から。でもこんなんじゃゆっくり見られないね。好都合さ、人混みに紛れればうまく負けるかもしれない。そっか、ほら置いてくよ、アル。嬉しいこと言ってくれるね。どうだ、一つくれるの。ありがとう。ねえ、これどうやって食べるの。え、え、どう